こんにちは、動画ファンの成田です。ちょっと役立つパソコン小技講座、スマホバージョンです。今回もスマホ、 iPhone の便利な機能についてご案内をしたいと思います。iPhone で、ニュースにもなりましたのでご存知の方多いと思いますが、音声検索サービス Siri というサービスがあるのはご存知でしょうか。音声で iPhone の中身もそれからインターネットもいろいろ検索をしたり、iPhone そのものを起動させたりすることができるという、非常に便利なサービスです。どのように使うかと言いますと、このスタートボタンありますよね。 iPhone のスタートボタン、こちらを長押しします。そうするとこのような表示が出てきて、ご用件は何でしょうと出てきます。この時に iPhone に向かって話しかければいいということです。電話をかけたいとか、音楽を聞きたい、こんな感じでもできますね。もちろんインターネットの検索もできます。それでは実際にやってみたいと思います。では YouTube を実際に検索してみようと思います。こちらを長押しして Siri をYouTube。 YouTube という名前のアップは見当たりません。でも App Store にあるかどうか調べることはできますよ、というふうになりました。今これ入っていないので App Store こちらをタップしてあげると、はい、そうするとこのように、YouTube のアプリがインストールできる状態になりました。無料のところをタップしてインストールしてあげればすぐに YouTube が使えるようになります。このようにアプリがない場合でも、アプリを探すところまでやってくれるので非常に便利だと思います。続いて手書きの機能があります。まずこの設定、こちらをタップしていただいて、一般、それから、その中のキーボードで、さらにキーボードで、ここの新しいキーボードを追加で、実はですね、この中国語簡体字ですね、こちらを増やして、なおかつ手書きというふうにしていただくと、手書きで文字入力ができるようになります。これを設定してしまうといつでも文字入力が手書きになってしまいますので、実際キーボードで打つ方が文字入力は早いので、使いたい時だけ手書きという方が、便利かと思います。そこでおすすめしたいのが Google 検索です。Google 検索ではやってみたいと思います。サファリ、こちらを起動させてください。サファリで検索をしようとすると、このような何で検索をしますかという表示が出てくると思います。もしこれが出てこない時には、ここの検索の部分ですね、ここをタップしてみてください。そうすると、こんな感じでいくつか出てきますので、この中から Google を検索します。そうするとこのような表示が出てきます。Google 検索をするんですが、その前に、Google のこの下のメニューの中で設定というのがあります。こちらですね、ちょっと見えづらいですけど分かりますでしょうか。グレーで設定と書いてあります。ここをタップしてください。そうするとこのようなメニュー一覧が出てきますので、この中の一番上の検索設定、ここをタップします。そうすると、この中に手書き入力という項目がありますので、こちらを有効にするにしていただいて、一番下の保存、ここをタップします。これで手書き入力ができるようになりました。こんな感じで表示ができますね。もうあとは画面のどこでもいいので手書きで入力をしていきます。ひらがなでも漢字でもアルファベットでも大丈夫です。それでは、紅葉もみじを検索してみたいと思います。漢字で入力してみましょう。
赤という字が入りました。続いて葉っぱですね。はい、このように紅葉と入力ができました。検索窓のところにも紅葉と入っております。あとはもうこれで検索をタップしてあげればこんな感じで紅葉に関しての検索ができました。このように Google 検索は手書きでも検索ができます。スマートフォンはなんだか難しそうだなという場合でも音声でさまざまなアプリや機能を起動させたり、また手書きでインターネットの検索ができる iPhone、 実は非常に便利なものだと思います。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。